ニュースマグビです。眞子さまと小室圭さんの結婚問題について漫画家の倉田真由美氏が自身の見解を述べました。エッセイ漫画ダメンズウォーカーのネタ集めのためこれまで多くのダメンズを取材してきた倉田さん、小室さんについてお金を返す返さない以上に29歳にもなって未だに職が安定せず国際弁護士になりたいという漠然とした目標を追いかけているところに不安を感じます。俺はいつか東京ドームをいっぱいにするぜって言って売れないバンドマンと変わらないと指摘しています。ニュースマグビ